こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの冬の最強のアウターはこれだというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあそろそろですね、秋から冬にかけて季節が移行する時期なのかなと思うんですが、まあこの時期にですね、絶対に買い揃えておきたいのがまさにですね、冬用の重量であるアウターなんですね。これは存在感がものすごく大きいので、どんなものを選べばいいのかがすごく重要になるわけですね。できれば背伸びをしてこのようなロング丈のアウターとかをですね、皆さんには買い揃えていただきたいんですが、ただアウターというのはですね、結構予算がかかるものなんですね。平気で5万円とか10万円超えのアウターがたくさんあるので、なかなか手が届きづらいという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあそんな時に僕たちの強い味方になってくるのが、まさにユニクロかなというふうに思ってます。まあ、今回ご紹介するアウターも1万円未満、さらに言えば8000円未満で買うことができるので、コストパフォーマンスがものすごくいいわけなんですね。まあ、ただですね、ユニクロの中にも様々なアウターがあるわけで、どれを選べばいいかわからないという方のためにですね、これが今季のアウターの中で最強と言えるものを今回は持ってきましたので、皆さんにぜひご紹介したいなというふうに思っています。早速ですね、もったいぶらずにお見せしたいなと思ってるんですが、こちらですね、商品名はですね、シングルブレストコートになります。こちらはですね、まあ、昨年ぐらいから僕も気になってはいたんですが、今年ですね、やっぱりいろんなものを試着してみた中で、まあ、ナンバーワンに使い勝手がいいなと思ったので、実際に自腹で購入をしました。色合いに関してはですね、いくつかバリエーションがあるんですが、僕が選んだのはですね、色合いは、まあ、ほとんどダークグレーに近いような、ちょっとこう、シャープなグレーになっていまして、柄はですね、ヘリンボーン柄になってるんですね。まあ、後ほど着た状態で皆さんにちゃんとお見せしたいなと思ってるんですが、まあ、ちょっとですね、まあ、デザイン的には、まあ、ほぼステンカラーコートなんですけども、A ラインのですね、少したっぷりとしたシルエットが魅力的な、大人にぴったりの一枚になってるかなというふうに思ってます。で、素材なんですけども、こちらはほとんどウールのように見えるんですが、実はですね、ポリエステルだとか、あとは冷用を使った化繊で構成されてるわけなんですね。まあそういった感じが全くしなくて、すごく上品な見た目になっているんですね。まあ最近はですね、ユニクロライブステーションの方にも時々参加させていただくんですが、まあその兼ね合いもあってですね、いろんなアイテムをですね、僕は店頭で試着をしてるんですが、アウターに関しては僕はこれがナンバーワンだったかなと思うので、今回の動画ではこちらを着用しながらどういった着こなしをすればいいのかまで完全解説したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。なかなか雰囲気があって素敵なコートかなというふうに思ってます。僕はですね、身長164センチ53キロと小柄なんですけども、今回選んだのはサイズは S になりますね。結構ユニクロのアイテムだと、あえてワンサイズ上げて少しゆったりめに振ることが少なくないんですが、こちらのコートに関しては最初からですね、程よくゆとりがあるので、まあ、僕は通常サイズでも問題がないかなと思ってます。もちろんワンサイズ上げていただいてもいいかなと思うんですが、そうなるとですね、腕がどうしても僕には長くなってしまうので、まあ、ジャストサイズの S で今回は良かったんじゃないかなというふうに思ってます。もともとこういったステンカラーコートというのが、チェスターコートみたいなものに比べると、ちょっとこうサイズ感はゆとりがあるので、そこまで大きく振らなくても十分なのかなというふうに思ってます。まあ、このようなシンプルなシングル丈のステンカラーコートというと、素材的にはですね、春とか秋に着れるような少しライトなものが多いかなと思うんですが、こちらはですね、ウールライクな素材感になっているので、まさしくですね、冬に適した素材感になっているかなというふうに思ってます。まあ、先ほどもお伝えしましたが、これはポリエステルとレーヨンでできているんですけども、非常に完成度が高いので、まあ、本当にウール見えするんですね。まあ、上品な雰囲気もありつつ、重さもですね、そこまでずっしりしてないかなと思います。このようなコートで本格的なウールのものだと、
結構ですね、ずっしりくるものも少なくないんですが、まあ、そういったものに比べれば見た目だとかイメージよりはそこまで重たくないので、これぐらいだと結構ストレスなく着れるんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、肩もですねラグランになってまして、まあ、リラックス感があって、これだとですね内側にニットを着たりだとか、あとはジャケットを着てもらってもですね意外と収まりがいいんじゃないかなと思います。ですので例えばビジネスカジュアルだとかそういった場面でも使っていただけるのがこのコートの良さかなと思います。さすがにネクタイを締めてまでのスタイルだとちょっとカジュアルな感じがするかもしれないですが、ジャケットをしてノータイのスタイルぐらいであればこのコートでも十分使えるかなと思うので、結構ですねビジネスカジュアルからカジュアルまで使えるような幅の広さのあるようなコートかなと思ってます。まあ、ちなみに今回のコーディネートはカジュアル向けという形で組んでいるんですけども、内側はですね一番下に白のバンドカラーシャツを着ています。ちょっとですね、裾の部分だとか襟元から白いシャツが見えるかなと思うんですが、それがですね、秋冬の暗いトーンの中でちょっとしたこう差し色になるかなというふうに思ってます。その上にはですね、これはですね、ローゲージのアランニットですね。色はですね、ダークグリーンを合わせていますが、結構ですね、このダークグリーンとグレー系も相性が良かったりするので、これまたアクセントカラーとして使っています。で、ボトムスはですね、ブラック系のスラックスで色を引き締めてあげるとバランスがいいのかなというふうに思ってます。こんな形で大人っぽくニットと合わせていただくとすごくバランスがいいので、ほぼユニクロで全部完成しますので、ぜひこの着こなしも皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思ってます。今はですね、ニットと合わせているんですが、中に合わせるものをもうちょっとカジュアルにパーカーとかで振ってあげてもいいかなと思うので、この後着替えてまたですね、コーディネートをお見せしてみたいなと思っています。はい、着替えてみました。今度はですね、シングルブレストコートの内側にパーカーを合わせてみたんですね。これまたですね、結構新鮮な見え方になるのかなというふうに思ってます。このコート自体がですね、どちらかというとビジネスシーンでも用いることがあるような結構クラシックな形なんですね。そのようなステンカラーコートをですね、カジュアルシーンに持ち込むときには思い切って内側は大胆にですね、パーカーぐらいにしても意外とバランスがいいかなというふうに思ってます。パーカーのですね、このフード付きのカジュアルな感じとこのコートが持つ綺麗めな感じがうまくミックスすることで綺麗めとカジュアルのバランスが取りやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。パーカーの色はですね、まあ、様々なものが合うんですね。例えばブラックだとかネイビーだとかダークグレーのような濃い色、これはもちろん合うんですが、個人的にはですね、今着てるようなこういったブラウンだとか、あとはベージュ、他にはですね、思い切ってホワイトに振ってしまうのもいいと思いますし、ライトグレーだとかオフホワイトのような明るめのものを差し込んであげると結構ですね、着こなし全体が暗くならないのでバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。結構ですね、秋冬の着こなしって一番上に羽織るアウターが濃い色だったりするので、その内側までもですね、暗い色だとかなりですね、重たい印象になるので、パーカーだとかニットに関しては少し明るいものだとか華やかな色を差してあげるとおしゃれに見えやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思ってます。ちなみにパーカーの内側なんですが、今僕が着てるのは先ほどと同じですね、バンドカラーシャツの白ですね。まあ、こういった形で襟元だとか裾からですね、少しシャツを覗かせてあげたいだとか、その他にはですね、先日ご紹介させていただいた、これまたユニクロのソフトタッチのタートルネック T シャツですね。こちらを重ねていただいて首元から見せてあげるのもいいと思います。色はですね、やっぱりホワイトなんかで合わせてもらうとバランスがいいんですが、その他にはユニクロ U のモックネックの T シャツですね。これまた襟元から少し覗かせてあげることで、まあ、バランスが良かったりするので、このような形で秋冬に関してはレイヤードですね、重ね着を楽しんでいただくと結構奥行きが広がっておしゃれに見えやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにはパーカーとシングルブレストコート、この着こなしを基本としながら、その内側にですねシャツだとかカットソーを合わせながらですね、着こなしの幅を楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの冬のアウターの中で僕が最強だと思っているシングルブレストコートについて解説をさせていただきました。まあ、正直ですね、これが売り場にあってもそんなに目立たないと思うんですね。
めちゃくちゃトレンド感があるかというとそうではなくて、どちらかというと定番的でベーシックなアイテムなので、そこまでですね派手さはないかなと思うんですが、実際に着てみると非常に品が良くて、コーディネートの幅もですね広がる最高の一着かなというふうに思ってます。ぜひ皆さんもですね、まずはお店に行って試着をするところから始めていただければなというふうに思ってます。カジュアルに見える一着なんですが、実はですね、オフだけではなくてオンでも使えるということで、かなり使える範囲が広いコートかなと思うので、大人の男性にはですね、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。